月々1500円程度で2年間使えるピクセルホールドおすすめです。ただし、はい、ズキです。 Google 初の折りたたみスマホ、スマホからタブレットサイズになるピクセルホールドが発売されてからおよそ5ヶ月が経ちましたが、最近 au ではかなりお安く販売というかレンタル、リースされているので、この金額ならありなのか、やっぱりなしなのかを探りつつ、12月27日から適用予定の新法、スマートフォンの割引新規制について触れていきたいと思います。ピクセルホールド自体のレビュー動画については発売時にいくつか挙げていますので、ぜひ合わせてご視聴ください。で、この5ヶ月間私はピクセルホールドをあまり使ってきませんでした。使い比べてみて、やはりしっくりくるのは Galaxy Z Fold 5の方で、こちらはほぼメイン端末として使っています。その利点、一番の違いは S ペンが使えるという点にありますが、それを言ってしまうと元も子もないので、私がこの S ペン同様もしくはそれ以上に使っている電子書籍リーダーとしての役割はどうかというと、開いた状態でこのようなアスペクト比の違いがあり、より Z Fold 5の方が大画面になっていますが、見開きにするとほぼ互角になります。ただ Z Fold 5は縦横の向きを変える必要があります。この点、開いた状態からスムーズに見開き表示できるという点ではピクセルホールドに分があると言っていいかもしれません。動画についても見開いて即の状態ではピクセルホールドの方が大画面になっています。もちろん Z Fold 5も横にすれば同じようなサイズ感で視聴できます。逆にピクセルホールドを縦にするとこちらも同じようなサイズ感になります。私は大画面で1ページずつ漫画を読みたい派なので、 Galaxy の方が合っていますが、見開き単行本のように漫画を読んだり読書をしたいという方や、端末を回転させることなく YouTube を大画面で見たいという方にはピクセルホールドの方が向いていると言っていいと思います。アプリについては、例えば TwitterX の場合、どちらもフル画面で表示されていますが、どちらかというと余白の少ない Galaxy Z Fold の方が見やすく読みやすく感じます。もちろんこの点もピクセルホールドを縦にすれば同じような表示領域となります。 Gmail については2分割表示されるピクセルホールドの方が見やすく使いやすく感じます。なお、画面の明るさという点では Z Fold 5の方がより明るいので、特に屋外などで見やすく感じます。また、ベゼルという点でメインディスプレイのインカメラをディスプレイの下アンダーディスプレイとしている Z Fold 5はかなりスッキリしている印象なのに対し、インカメラをベゼル内に収めているピクセルホールドは特に上下でかなりやぼったく感じてしまいます。アクセスという点では、どちらも電源ボタン兼用指紋センサーに顔認証ですが、ピクセルホールドの指紋センサー、電源ボタンがボリュームキーの上に来ている点、そして顔認証を設定使用する際には折りたたんで使う必要がある点は注意が必要です。折り目については、どちらも全く見えないということはないんですが、どちらかというとホールドの方が折り目が目立つ、もっと言うと真っ平らというよりくぼんだ状態に見えるように感じます。基本性能をチェックしてみると、両端末でメモリ容量、ラム容量、ストレージ容量こそ変わりませんが、チップセット性能は大きく変わります。アンティスベンチマーク 9.6.2 で比較すると 1.6 倍以上、 1.7 倍近くスナップドラゴン 8 Gen 2を搭載する Galaxy Z Fold 5の方が良いスコアになっています。この点、 CPU スコア、 GPU スコアだけでなくメモリ項目でも大きな差がついています。なお、温度上昇については同じような上昇で最高温度38度前後ですが、スコア差を考えるとテンサー G2 を搭載するピクセルホールドの方が熱くなりやすいと言えるかもしれません。最新バージョンでテストするとスコア差はより広がりました。その分最高温度差も広がっています。バッテリー容量についてはピクセルホールドの方がより大容量になっていますが、 PC マークを使ってハイリフレッシュレート、ディスプレイ輝度最大で計測したところ、2時間以上 Z Fold 5の方がバッテリー持ちが良いという結果になりました。実際に使っていてもピクセルホールドの方がバッテリーの減りが早く感じます。
このようにハイエンドの折りたたみスマホというよりミッドレンジの折りたたみスマホといった感のあるピクセルホールドですが、アウトカメラについてはハイエンド、フラッグシップ級で、そして最大の利点はカバーディスプレイ、スマホ状態のディスプレイにあると感じています。 Z フォールドの外側ディスプレイはまさにカバー、あくまでおまけ程度で、何かを閲覧するのには十分ではあるものの、インプット、文字の入力は結構厳しいものがあります。その点ピクセルホールドは割と普通のスマホのように入力することができます。 YouTube もこのように普通のスマホのようにカバーディスプレイ側でも視聴することができます。ですので性能的にはミドルスペック級ながら普通のスマホのように使いつつ、時に大画面にできる、それがピクセルホールドの魅力だと私は感じています。そこで気になるお値段ですが、同じストレージ容量 256GB モデルで比較すると Z フォールド5はキャリア販売のみで、それぞれ割引等を考慮しない一括価格がドコモで 257,400円、 au で 242,660円なのに対し、ピクセルホールドは3キャリアで取り扱いがあり、かつ直販 SIM フリーモデルもありますが、それぞれ 253,000円前後と両端末の価格はほぼ同じと言っていいと思います。で、それぞれキャリアは返却プログラムを用意してお求めやすくしている中、 au が年末にかけ大幅な割引施策を打ち出してきています。冒頭で見ていただいたこちらは量販店のポップ広告で、この見方についてはこちらの動画でご説明していますので、よくわからないという方はご参考にしてください。ざっくり言うと、上下2つある価格の上が回線契約ありのケース、しかも今 au と回線契約している方用ではなく、 au への MNP もしくは22歳以下の方が新規契約をした場合の2年間の端末価格で、下の価格が回線契約等は関係ない、 au で契約している方から他のキャリアを使っている方、あるいは回線自体がない方まで、いわば誰でも利用できる2年間の端末価格ということになります。内訳を見ていくと、対象機種限定特典として一括端末価格253,000円から49,350円を割引くのは同じで、 MNP などの回線契約がある場合、ここから法律で定められた範囲の割引、つまり回線契約を条件とした場合の利益提供額22,000円がさらに割引かれるため、回線契約のありなしで22,000円の価格差になっているわけです。それぞれの設定残価148,350円は変わりませんので、 MNP などの回線契約を伴う購入であれば、月々およそ1,447円を23回支払い、回線契約と MNP などをしない場合であれば、月々約2,404円を23回支払って、2年間端末を使い、最終回で設定された残価148,350円を支払って端末を引き取るか、支払わずに端末を返却して取引を終了するか、再分割して端末を使い続けるか、いずれかを選択する格好になります。2年後残価以上の再販価格や買取価格であれば、残価を支払って端末を引き取っても良いと思いますが、多くの場合は端末を返却して残価を支払わずに終了するパターンになると思います。で、まず新規契約はともかく、au に MNP すべきかどうかというと、 MNP することで 22,000円安くなるとはいえ、その分通信料金がかなり割高になってしまうため、データ使い放題プランを契約するという方以外は利用しない、 MNP しない方が良いと思います。なお au に MNP 後、同じ KDDI グループを含めた他キャリアに再 MNP した場合の、いわゆるブラック扱いされない確実なラインは、利用開始後1年以上というのが通説ですので、安さにつられて MNP したけど通信料金が高くなってしまい困っているという方は、1年経過した後ご自身が使いたい回線に再 MNP するのが良いと思います。ということで、ピクセルホールドおすすめは下の価格 55,300円になりますが、本日チェックしてきた通り、タブレットタイプの折りたたみスマホに興味があり、 Google 関連アプリをよく使うという方、漫画など電子書籍をよく読むという方、そして2年間綺麗に端末を使う自信がある方、返却手続きが面倒に感じない方には、月々2400円の負担でピクセルホールドを試してほしいと感じます。そしてここからは12月27日から適用される新法について触れたいと思います。転売ヤー対策法とも言われますが、遡ること2019年10月1日施行の電気通信事業法の一部を改正する法律により、回線契約時のスマホ値引き、消費者への利益提供の上限額が22,000円までに制限されることになったわけですが、今回の法改正により
その額が原則4万4000円までに変更されることになります。割引額が上がったのと勘違いしそうなところ、ポイントは回線契約を伴わない割引も同様の規制が適用されるという点で、今回のピクセルホールドの割引を例にとってみると、現状回線契約ありの場合で最大7万1350円割引かれていますが、これが4万4000円までに制限されるので必然的に価格が2万7350円高くなると考えられ、この利益提供上限は回線契約を伴わない割引にも適用されるため、これまでの2万2000円差が撤廃され、割引自体がなくなってしまう。つまりピクセルホールドの場合、4万9350円分高くなることが考えられます。とはいえ、あくまでこれは残価設定取引での2年間の価格なので、割引がなくなった分残価を上げれば同じ価格での契約が可能になるので、おそらく月1円スマホや2年で1円スマホはなくならないと思いますが、残価設定型ではない一括買い切り型の1円スマホ販売は消滅する可能性が高いと考えています。実際には解釈論であったり抜け道があったりするので、蓋を開けてみないと分かりませんが、今もし狙っている大手キャリアスマホが合計4万4000円以上割引かれているのであれば、新法適用の12月27日までに購入しておいた方が良さそうです。皆さんは今回の法改正どのように感じられたでしょうか。ぜひコメントをお願いします。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。